今まで旅は楽しんでますか？はい、バッチリ盛り上がってみたいです。ありがとうございます。そして何やら素敵な本を持ってきてくれたみたいだけど、今日の旅の思い出のアルバムかな。じゃん、はい、バッチリ持ってきてくれました。ここからは皆様と一緒にこの旅の思い出を振り返っていきたいと思います。まず一番最初に到着したのはハワイ島です。やっぱりね、ポリネシアと言ったらハワイって思う方も多いと思いますが、若菜ちゃんもそうなのかな。ハワイが一番ってポーズしてくれてるね。とっても可愛いお写真も撮ってきてくれたみたいです。可愛いね。本物の若菜ちゃんの方がもっともっと可愛いからね。可愛いポーズも撮ってくれました。そしてそんなハワイ島ではとっても元気で可愛らしい女の子3人組にも出会ったようです。ドライブに出かけたんだよね。ハワイでのドライブはいかがでしたか？風が気持ちよくて楽しかったのかな。あれ、お姉さんの話聞いてた今。ドライブの一緒に多分ハワイで出かけたと思うんだけど、ちょっと日本でドライブするより楽しかったかな。あ、気持ちよかったみたいです。ちゃんとお話通ってよかったです。そしてそんなハワイ島を飛び出した後は同じハワイでもマウイ島に到着したみたいです。マウイ島はハワイ島とは少し違ってとても自然豊かなホワリというところに訪れたみたいですよ。先ほどのドライブの時とは打って変わってとても大人っぽいお姉さんたちが登場しました。ちょっとこのお姉さんも惚れちゃったみたいですね。思わず本音が出てしまいました。何笑ってるんですか、若菜ちゃん。綺麗なお姉さんたちでしたよね。はい、そしてその後はハワイを飛び出してニュージーランドに到着しました。ニュージーランドではホイホールと呼ばれる道具を使ってパフォーマンスしていたのが印象的ですよね。実はあれ難しいんですよ。みんなダンサーはきっと軽々しくやっていたと思いますが、正直私は苦手です。ちなみにマカナちゃんはホイホールできますか？お、できそうだね。あ、とっても可愛く回してくれてますけど、マカナちゃんホイホールそれ一個一個に外して使うって知ってる？ちょっとまだ練習不足みたいですので、まずホイホールを外すところから練習しましょうね。はい、でもニュージーランドも楽しんでくれたみたいです。そしてその後はラパヌイの踊りを見に行きました。全身羽の衣装がとても印象的だと思いますが、こちらの国どこの国かご存知の方いらっしゃいますか？答え隠してくれましたか？はーい。あ、ゆきさんわかるんですか？はい。じゃあ真ん中で答えていただきましょうかね。はい、イースター島です。正解だですよね。皆さん大きな拍手をお願いします。イースター島でラパヌイの踊りを見ました。そしてね、ゆきさんもいろんなところに遊びに行きましたよね。そんなラパヌイで、はい、その時の思い出のあれプレゼントしてきてもらってもいいですか？はい、はい、じゃあお願いします。若菜ちゃんから渡してもらって行ってまーす。さあ、このお写真は今日この2人と撮れた世界で一つにしかないレアなプレゼントになりますので、皆さん喧嘩しないでお持ち帰りくださいね。ここ大事ですよね。喧嘩しない、喧嘩しない、仲良くしようね。ちなみに若菜ちゃん最初さ、ハワイ島が一番ってやってたと思うけど、いろんな国行ってみてどこが一番に変わったかな？じゃーん、ラパヌイの踊り。やっぱゆきさん可愛かった？あら、ハートマーク作ってくれてるよ。あ、そうし、そう愛してる。よかったね。私にもくれるの、ありがとう。私も大好きです。はい、そして戻ってきてくれました。ありがとうございます。はい、はい、ではここからはこの度最大の目的地ハワイアンズに向けて、ここねさん今一生懸命運転してくれていますが、ゆきさんそんなハワイアンズでのおすすめ聞いてました？私はい、大丈夫です。はい、聞いてます。ハワイアンズのおすすめを皆さんに教えてください。はい、はい、私が皆様におすすめしたいのはとっても可愛いトロピカルなイラストを描くマイクイスーさんという方とハワイアンズがコラボしたグッズになります。
もともと私、マイティースーさんが描くイラストが好きで、個人的にとっても大好きだったので、ハワイアンズとコラボと聞いて、すごく嬉しかったですし、何よりもグッズ、コラボグッズがとっても可愛いので、ぜひ皆さん注目してみてほしいです。はい、今日いる皆さんでそのグッズを持っているよっていう方はいらっしゃいますか？お、手挙げてください。ありがとうございます。ありがとうございます。でも、まだまだちょっと少ないみたいなので、はい、どのあたりに言っているのか教えてもらってもいいですか？ハワイアンズの、ハワイアンズマーケットのフラガーデショップ内に売っておりますので、ぜひ皆さんこの後見に行ってみてください。到着したらすぐ探しに行っていただきましょう。ゆきさん、ありがとうございました。まかなちゃん、かわいいからってダメだよ。はい、ありがとうございます。それでは皆さん、そしてまかなちゃん、お待たせいたしました。ハワイアンズに到着です。スタッフ以外の方